米ピューリサーチセンターが18日、最新の世界世論調査の結果を発表し、中国は米国を追い越し、世界で一番の大国になると考えている回答者が世界で増えていることが分かった。中国国際放送局が報じた。ピューリサーチセンターが2008年から13年まで毎年実施した世論調査において、 米国は世界経済の牽引力だと回答した割合は8年に47%から13年は41%まで低下した。一方、中国が世界一の経済強国になると回答した人は同20%から34%まで増加した。注目すべき点は、中国はすでに世界一の経済国になったとの回答は英国で53%、ドイツでは59%に達したことだ。